ャンピオンです。ハッピーガーナトゥーママ、はい、母の日は真っ赤なガーナを贈ろう。去年か一昨年はお花屋さんから胡蝶蘭、大きい胡蝶蘭を買って担いで家まで帰りました。こんな大きいから、重いし、通りすがりの方々にすごい見られながらですね、喜んでくれるだろうなっていうお母さんの顔を想像しながらもう20分ぐらい歩きましたね。何でも話しますね。誰にも言えないような悩みとかもやっぱ最終的にはお母さんにだけは話してしまいますね。お母さん大好きだ。完全な、もう世界一好きです。なりたいのはいつも笑顔で優しくて時には厳しくしたいですけど、自分のお母さんを見てるとかなりの教育ママになるんではないかとちょっと不安を抱えております。お母さん、いつもぬくもりをありがとう。上戸彩。合成でやっぱり撮影だったので、なんかこう位置とかが難しくてなかなか初体験な感じで楽しかったです。母の日ですか。そうですね、母の日はプレゼントしてないかもしれないですね。誕生日とかにはプレゼントをあげたりしますけど、母の日ってちゃんとあげたことないような気がしますね。わ、もうぜひガーナチョコレートをあげたいと思います。はい、一緒にお買い物に出かけたりとか、ご飯食べに出かけたりとか、今は一緒に住んではないんですけれど、母が東京に出てきた時なんかはこう一緒にどこかへ出かけるってことはすごく多いですね。母も東京に住んでた時があったので、昔はこんな 大都会じゃなかったわみたいな、そんな話をよくしてます。こうちゃんと対等に見たいですね、自分と。子供だからっていう目線で見たくない感じはしますね。もちろんお母さんになったらきっとしっかりしなきゃとは思いますけど、なんかなんだろう、すごい友達感覚の親子になれたらいいなって思いますね。ずっとずっと笑顔でいてね、長澤まさみ。いつもそうですね、カーネーションは必ずあげています。びっくりさせようと思って内緒で買いに行くんですけど、毎年のことだからやっぱりバレちゃってると思うんですけど、それでもやっぱりありがとうって言ってくれます。そうですね、お母さんみたいなお母さんになりたいです。具体的に言うとどういうお母さんでしょう。すごく優しいですね。で、私すごく、お母さんのこと大好きですし、だけどやっぱり厳しい部分もあって、なんかきちんとそういう風にいけないことはいけないって教えてもらったから、すごくその時は怒られてばっかりで嫌だなと思ったりもしたけど、今はすごく感謝してますね。大好きなお母さんへ、いつもありがとう。これからも一緒に頑張っていこうね、堀北真希。赤いチョコレートは母の日の印。ハッピーガーナトゥーママ、母の日は真っ赤なガーナを贈ろう。チョコレートロッテ。